ウィー。オッケー。ええ、喜んで。お言葉に甘えさせていただきます。アレックス、お待たせしました。あ、アイリス、なんだか今日は気合入ってる。ええ、頑張りますから。そのん、アレックスもしっかり私の恋人になってください。ああ、うん。声が小さいです。はい、わかりました。続けてくれますか。アレックス、アレックス、お疲れ様でした。はい、こちらこそ。アレックスは私とこうするの嫌ですか。とんでもない。好きだよ、むしろ。そうですか、よかった。え、はい。私、正直に言いますと、いつものよりこっちの方がその好きです。だってなんだかアレックス、いつもより素敵だと思うんです。その優しいし、はしたないかもしれませんが、私の正直なその気持ちです。ですから、そのもっと、もっと、なんでもありません。おやすみなさい。してる最中より今の方がドキドキしてるな、俺。わかったわかった、夜だな、夜。アレックス、来たぞ。こんばんは、シャロン。その約束だからな、絶対優しくしろ。それに意地悪もダメだ。いいな。わかってる。よし、では。失礼します。おい、あれあれ、しょうがない。どうしよう。いいと思う。とても嬉しい。そうだ、触れ。ありがとうね、シャロン。うむ、今日は良かったぞ。いや、変な意味じゃなくて、そのひどいことされなかったし、そういう意味。おう。まあ、この調子なら大丈夫だ。そっか、
ここまでの感じだとどうなることかと思ったが、ちょっとだけ安心したよ。慣れたわけでもないし、今でも死ぬほど恥ずかしいのは変わらないが、意地悪をしないお前ならまあ信じられるかな。言っておくが、ここでのこと他の者には内緒だからな。絶対分かってるよ。そんなこと喋ってたらみんなのも喋ってるってことになっちゃうし。まあ信じているが、その辺は。しかし何かお前には余裕が感じられるな。そうかな。女の扱いに慣れている感じが。そんなことないって。そうは言ってもな、みんなを触っているわけだから慣れもするか。不公平だぞ、お前ばっかり。じゃあシャロンも他の男と近かったりする？そのオットンとか。バカ言うな。そんなわけないだろう。私はお前だからだな。違う、そうじゃなくて。正直に言うとな、お前でその良かったと思っている。迷惑をかけてしまった負い目とか言うのではなくて、その信頼を置けるというか任せられるというか。だからそんなお前ばっかり他の女で慣れていってると思うとちょっと不満だ。不満なんだからな、覚えておけよ。分かった。でもそれってやきもち焼いてるってことでいいの？それは。失礼する。なんか意外な方向に進んできた感じが。こんばんは、アレックス。こんばんは、リーフ。さてはあれですか？はい、あれです。私だんだんコツをつかんできたような気がするんです。コツ？ええ、アレックスにもっと喜んでもらえるよう頑張りますね。どうしました？いや、なんでもない。なんだか女神に見えてきた。そうですか。ではどうぞ。はい、失礼します。さあ優しくで、待ってください。もどかしい。やだ、顔が熱い。体がピリピリします。どうでした？はい、よかったです、すっごく。そうですか、私
私も嬉しいです。しかしコツをつかんだとは。私勉強したんです。勉強。ええ、フィム商会の物資搬入でそういった資料を。待って。お、資料ってなんだよ。資料ってやっぱああいう本だよな。でもそれをリーフが買ってどうする。そりゃ読むよな。でその後は。ダメだ。たとえ脳内でもこんな女神を怪我してはいかん。ああ、でもやっぱ実践練習を一人で。アレックス、どうしました？なんだかニヤニヤしたり難しい顔をしたり。俺そんな顔してましたか？はい、少なくとも簡単な顔ではなかったです。簡単な顔？まあ何でもないです。本当に本当におかしい。アレックス、敬語になってますよ。うん、なんだかリーフが神々しい存在に見えてきてさ。神々しい？そんなに力強そうですか？私神々じゃないよ、神々だよわざとです。でも私そんなんじゃ。いや、神々しいです。なんていうかもう女神様です。リーフマジ女神 RMM です。 RMM？ そうですか。よくわかりませんがありがとうございます。でももしかしてこれって私口説かれているのでしょうか？でしたらこう今のガツンとよりはもっとムーディーな方がいいですね。ムーディー？はい、頑張ります。はい、期待していますね。じゃあ私帰りますね。おやすみなさい。おやすみなさい。あれ、なんだか口説かなきゃいけない方向になってた。もしかして勉強したって話する前にした方がより良かったでしょうか？その方がよりドキドキできたかもしれません。私もまだまだですね。アレックスの宿題なんですが。はあ。ちゃんと考えてきましたか？そのすまん、よくわかんなくて。もうバカ、解消なし。すみません。じゃあそっちのアイディアは？そのコスプレとか。こするプレイ？違うわよ。コスプレとかって言ったの。そうか。うん、コスプレね。ああ、びっくりした。もう変態ね。だってこするって言ったらもうさ、てっきりさい。
すみませんでした。反省した？うん。じゃあ許してあげます。でもさ、コスプレとか無理でしょ。そんなの用意できないし。例えばフィム紹介の物資搬入にオーダーするとか。いやお前それルナたちに言えますか？無理だったわ。でしょ。まあとりあえずダラダラ話していても仕方ないし、始めましょうか。うん。調子…ちょっと…いけないわ。大胆なのね。お尻素敵よ。さすがね、アレックス。もう我慢が…おかしい。もう我慢が…どう？リビド出てる？うん、それは間違いないと思う。そうなのね。この手だけは使いたくなかったけど、アレックスのことで他の子に負けるのだけは絶対に嫌。ならばねえアレックス。ん？アレックス、私の裸もう何度も見たことあるわよね。ヤブカラ坊になんてこと言うんだ。あるわよね。そりゃ小さい頃はお風呂とかもだしな。うん。で最近はないわよね。でも隠していてもなんとなくわかるでしょ。それはそうだよな。うん。で感想は？感想？うん。感想と言ってもだな。昔の知ってる私と比べて成長したと思わない？それはあのつるべたっこがわがままボディになったと思わない？わがままボディってそりゃ思ったけど。感慨深いでしょ。うん。あなたのために頑張ったの。え？だからそのあなたに満足してもらうために頑張ったの。何を？アレックス。ヘイ。私あなたのことがその好きなのよね。なからかうなよ。じゃあ証明する。こら、押し倒すな。どうよ。キスされてしまった。アレックス好き。なすごくドキドキしてる。私もだけど
してしまった、してしまった、ついに。どうしよう、どうしよう。このまま通してしまえば。でも怖い、拒絶されたらもう生きていけない。でもここまでしたんなら行ってしまうしかないじゃない。押し切るのよ、ミコト。行ってしまえ。ミコト、あの、なんてね。びっくりしたでしょ。そうじゃない。え、ここまでやったら、そりゃドキドキするわよね。ダメ、ストップ。ごめんね、キスしちゃった。でも私もファーストキスみたいなものだから、ご容赦されたし。これじゃ。ごめん。泣いてなかった。今そこまでやんなくても。フラウ、ありがとね、来てもらって。お安いご用ですぜ、旦那。おう。はっ、旦那様、そういうことなの、アレックス。どういうことだよ、飛びすぎだよ。しかも言い出したのフラウだよ。肯定的な回答を経て既成事実化をもくろんだというのに当てが外れたわ。フラウさん。ううん、なんでもない。じゃあイチャイチャしておくんなまし。おう。楽しい。お尻が好きなの？ねえ、お尻どう？もっとがいい。アレックス大好き。やっぱふわふわするね。お疲れした。お疲れ。アレックス激しすぎ。もう足腰立たないよ。グッときたよね。それはもう来まくりよね。来たね。うん。嬉しいな。気のせいか、フラウの求愛的な傾向が強くなってきた気がする。多分わからないでやってるだけだよな。ねえアレックス、頭なでなでして。頭？いいけど。バカじゃなくてこっちの方が嬉しいかも。そう
そう言われると罪悪感が。じゃあこれからはエッチに触った後はその倍くらいの時間で頭なでなでして。あ、うん、そうだね、そっちの方がいいね。うん、約束。まあこっちなら罪悪感も何もないしな。なぜかこっちも安らぐ。私からもリビドを取れたら今すっごいね。そうなの？うん、多分誰にも負けない。誰にもか、フラウにも独占欲とかあるんだろうか。恥ずかしいぞ。なでなで。どう、アレックス、気持ちいい？でもちょっと恥ずかしいかな。そう？エッチ。そうなの？もしかしてずっと撫でてた？うん。寝ないで。うん、貫徹だよ、貫徹。あ、飽きない？うん、全く。そう。じゃあ今度するときはアレックスが一晩中撫で撫でしてね、約束。うん、腕持つかな。そうなの。おする前に一つ言っておくことがあります。何でしょう？終わった後のセクハラ発言禁止。いいわね。セクハラなんてしてたか？触ってる時の方がよっぽどだと思うけど。とにかく私が恥ずかしいことは禁止なの。いい？おう。なら触ってよし。ありがとうございます。触られることの抵抗どこ行った？しなさい。敏感なんだからね。ちょっと、うん、変な気分。敏感なんだからね。こっち見ないで。今のすごい。はあ、どうよ。
なんだよそのテンション。やりきったんだからちゃんと褒めなさい。頭なら撫でてもいいのよ。涙目で何力説してるんだよ。撫でてもいいのよ。わかったよ。もっともうちょいもう一声。ああもう何するのよ。疲れた終わり。何よ胸とかはあれだけ触ってくるくせにもうちょっとくらいいいじゃないケチ。そんなに頭なでなでしてほしいのか。そんなわけないでしょ。バーカバーカ、好きな人でもないのにんなことあるわけないじゃん。バーカバーカ、もう帰る。な